誰やお前。マジマちゃんさ、忠告したよね。殺しなんてやらずに済むならその方がいいってさ。でもマジマちゃんは仕事を引き受けた。俺本気で島野の兄弟に成し付けてお前を登場界に戻してやる気だったんだよ。だけどお前は牧村誠を殺せなかった。まあまあまあ、百歩譲ってそういうこともあるかもな。俺もガキの頃、足の折れた文鳥を拾って帰ってきたことがあんだ。お袋に内緒で必死に育ててさ。確か名前は豆太郎だったかな。動物なんか興味もなかったくせに毎日餌やったりして、可愛かったな。だが親に嘘ついたのがまずかった。ある日家に帰ったら飼い猫の餌にされてたよ。生きたまま猫に食われる豆太郎を見て俺は思い知ったね。子は親に逆らえないってな。ガキのくせに律儀なやっちゃ。律儀ね。まあ確かに俺は素直でいい子だったよ。親の前ではな。あ？次の日、その猫を殺してやったよ。お前のことは必ず殺すよ。でもその前に、あの牧村誠を盗んでいった泥棒猫を始末しねえとな。あの泥棒猫、蒼天堀じゃ見ない顔だったな。もしかして真島ちゃんの古いお友達？知らんわ、あんなやつ。ふん。なんでどいつもこいつもあの女のことを狙っとんのや。あいつは売春の元締めなんかしとらん。あないな小娘に一体何の価値があんのや。知りたい。教えたくても教えらんないな。俺だって知らねえんだからよ。はあ？真島を使って牧村誠という人間を殺せって、それだけだからな。俺が兄弟から聞いてる話は。兄弟？そしたら女殺せっちゅうのは島野の親父からの命令なんか？そう。だからこそお前を登場界に戻してやれるチャンスなんだよ。なんで親父は俺にやらせようとしたんや？さあな。それは俺にもわかんねえ。とにかく白スーツの男、本当に心当たりないんだな。ああ。せやけど気になることはある。ん？奴は女を奪って生きよったが、殺そうとしてるようには見えへんかった。
それは西谷も同じや。ん？ちょっと待て、西谷ってグランドで暴れた鬼人会のか。西谷はあの時別の死体を用意した代わりに牧村誠を渡せ言うてきた。あの子を殺すつもりやったらそない面倒くさいことはせんやろ。西谷が別の死体を用意、おかしいな、初耳だな。まあ西谷と白いスーツの男が同じ目的ってことは分かった。ってことは奴ら来るかもしれないな。あり得る話や。どっかで拾ってきた野良を泥棒猫に仕立てたってわけか。確かに西谷らしい手口だな。そうなりゃ西谷を叩いて女の居所を吐かせたいとこだが、札にしょっぴかれて今頃留置所か。いや、西谷やなくても組員もいろいろ知っとる風やった。お前は何も分かっとらん。あの女の価値を。はあ、そしたら組員からたどれ。鬼人会の事務所は蒼天堀通り東の第三並木ビルってのに入ってる。確か3階だったはずだ。分かった。真島ちゃんさ、西谷のこと以外に俺に隠し事ないよね。あらへん。はあ、もしも何か隠し事してたら殺す言いたいんやろ。分かってきたね、真島ちゃん。
な。まあ金はのとけば文句ないやな。ああ、おい、何やて？あの、いえ、
せや。ん？ええ。いや。マジマ？なんでおめえが。おう、牧村誠はどこへ。はあ、何言うとんねん。あれ、俺んとこからあの子を盗んだ男、ありゃ西谷のお仲間やろ。今あの子はどこにおんねん。何のことやらさっぱりわからんな。せやけど、たとえ知っとってもお前に教えるはずないやろ。何様やねん、メチキクみたいにフラッと入ってきよって。わしら極道やで。なめんのも大概にせよ。そら拳で聞けっちゅうことか。お前らもう何遍も俺に負けとんのや。結果は分かりきっとるや。あの子の居場所知っとんのか知らんのか、どっちやねん。知っとっても知らんでも生きて返さへんで。我、はあ、こりひんやっちゃな。しゃあない。ほんならこの際知っとること全部吐いてもらうで。
お望み通り拳で聞いたるで。牧村誠は今どこにおる。ほんまに知らんのや。ほんまか。ほんまや。わしら今までずっとあんたがあの女を持っとると思っとったんや。せやったら俺からあの子を奪っていった男は誰や。西谷の仲間ちゃうんか。親父の仲間やったとして俺らは知らんのや。親父は俺らに何も教えてくれへんのや。女のこともさらう目的も。ほんまや。聞きたいことがあるんやったら親父に直接聞いてくれや。西谷は札にしょっぴかれて留置所やろが。せやったらあんたも留置所に入ったらええんや。ふざけとんのか。待て、ふざけたへんって。ビリケンさんに頼んだらええねん。ビリケン？そや、ビリケンさんちゅう刑事や。親父の窓口になっとる人で、頼めばこっそり会わせてくれるかもしれへん。賄賂でも渡すっちゅうことか。それはビリケンさん次第や。誰でも会わせてくれるわけやないけど、とにかくビリケンさんとこ行ったらええ。いつも毘沙門橋んところにおる。よし、その言葉信じたろ。西谷がなんでお前ら組員に何にも教えへんのかわかるか。え？脅されて口悪いような組員やからや。うわ！口の軽いヤクザやすか。いらっしゃいませ。ありがとうございます。
やって。Yeah!
げ場はないよ。そこの顔が気に入らんのや。
なんなんや。何やって？え？うん？はい。
いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。よろしく頼むよ。どうぞこちらへ。お待たせしました。大事だな。ようこそ、サンジ。また来よ。お待ちしてました。ようこそサンシャイン、ごゆっくりと。すみません、サービスいたしますので。よろしくお願いします。かわいい。いらっしゃいませ。ごゆっくりどうぞ。盛り上がりましょう。美人だね。盛り上がりましょう。いいねいいね。ほんまありがとう。ゲストグラス。ご延長はいかがでしょうか。ありがとうございました。お願いします。いらっしゃいませ。どうぞこちらゲストグラス。田島さん、ありがとう。盛り上がってきた。お願いします。素敵だよ。おしぼりです。助かりました。盛り上がっていきましょう。美人さんだな。やった。盛り上がってきた。嬉しい。ありがとうございます。いらっしゃいませ。かわいいね。楽しい。頼りにしてます。嬉しいです。わーい、ありがとうございます。ありがとうございます。灰皿頼りにしてます。嬉しい。ビバするで。やったー。盛り上がってきた。よっ、ありがとうございます。ご延長はいかがでしょう。ありがとうございました。ありがとうございます。盛り上がりましょう。かわいいね。お願いします。メニュー、まじまさん素敵です。ありがとう。ビバするで。かわいいね。めっちゃ嬉しい。嬉しい。ありがとう。お願いします。素敵だよ。嬉しいです。ようこそ。やった。どうぞ。ほんまありがとう。やった。お願いします。お待ちしてます。ありがとうございます。美人さんだな。ありがとうございます。ありがとうございます。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。
いらっしゃいませ。また来たよ。どうぞこちら。お待たせしました。すごいタイプだよ。盛り上がってきた。めっちゃ嬉しい。ありがとうございます。めっちゃ嬉しい。いらっしゃい。お願いします。伸びますので。やったこちらになります。わかりました。失礼します。こちらになります。失礼いたしました。めっちゃタイプ。めっちゃ嬉しい。ほんまありがとう。かわいいな。楽しいな。めっちゃ嬉しい。ようこそ。これやってみよう。ありがとう。やったお願いします。めっちゃ嬉しい。かわいいな。いらっしゃいませ。かわいいね。メニューに。ありがとうございます。おもろいな。やったほんまありがとう。ようこそ。どうも。どうぞ。お願いします。盛り上がってきた。よろしくお願いします。いいね、いいね。アイス交換。田島さん、ありがとう。おしぼり。マジバさん、ありがとう。フィーバーするぜ。ありがとう、ありがとう、ありがとう。ありがとうございました。最近付き合い